こんにちは、鈴木健三と申します。ポケモンブリリアントダイヤモンドシャイニングパールで野生のポケモンと戦闘に入るときに稀に主人公の謎カットインが入ることをご存知でしょうか。ゲーム内で何の説明もないのでよくわかんないですけども、なんかネット上では鈍い、公式の言葉って鈍いってなんていうの、最高の能力が2つ以上ある野生ポケモンの場合に、発生する演出らしいんですが、まあ、これが実際どうなのか、何匹か捕まえればいいので他の YouTuber に任せるとして、もう YouTuber は助け合いでしょう。このカットインがどれくらいの確率で発生するのか、これをですね、野生ポケモンと1万回遭遇しまして確率出してみたいと思います。マジでキャベツみたいじゃん。はい、1万回、終了しまして、全部のアーカイブ残っておりますので概要欄からご覧ください。1万回戦闘してカットイン入ったのが、122回、なんでまあ80回に1回ぐらいの確率で出るって感じ。でもさ、こう、まあ、ぶっちゃけ言うけどさ、鈍いって微妙じゃないこの鈴木健三と僕みたいな10画面でやってる人間からすると、あの色違いが出たかどうかをこの画面の動きのズレとかで判断したりするので、これオフにできるようにしてくれないですかね。